2011年スケートアメリカは2011年にアメリカ合衆国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2011-2012ISU グランプリシリーズの第一戦である。2011年スケートアメリカは2011から2012年シーズンに開催されたスケートアメリカ。 2011年10月21日から10月23日にかけてシニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技がオンタリオのシチズンビジネスバンクアリーナで行われた。今大会に先駆け、米国フィギュアスケート協会がヒルトンと2年間のパートナーシップ契約を結び、大会名にヒルトンの会員制度、ヒルトン H オーナーズが冠された。今シーズンより、 グランプリシリーズの各大会は男女シングルとアイスダンスの出場選手枠が減らされ男女シングルは各10名にペア及びアイスダンスは各8組となった。今大会開催国の統括団体である全米フィギュアスケート協会に対しては各種目定員のうち最大3人の出場枠が用意された。男子シングルペーターリーベルスが出場を辞退したため スケートカナダにのみ招待されていたデニステンが追加招待された。また、大会直前に欠場を発表した、米国のエヴァン・ライサチェクに代わり、同国のダグラス・ラザノが選出された。女子シングル・ラウラ・レピストが出場を辞退し、エリック・ボンパールハイにのみ招待されていた、ビクトリア・ヘルゲソンが追加招待された。アイスダンス・ホフマンのオーラ、マキシム・ザボジングミ、 クセニア・モンコ、キリル・ハリャビン組が出場を辞退し、NHK 杯にのみ招待されていた、アレクサンドラ・ポール、ミッチェル・イスラム組、ロス・テレコム杯にのみ招待されていたイザベラ・トバイアス、デイビーダス・スタグニーナス組が追加招待された。各競技の上位戦績者には、2011、2012、ISU グランプリシリーズの多大会と同様に以下の賞金が与えられた。 競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル、支払われるとされた。